はいおっさんの緊張カットね、もう下向いたまま、ね、顔が上に上がってこないもんねで、手の動きもちょっといつもよりねおかしいね、<laughs> 初めてのお客さん来るとどうしてもね緊張するよね、まあ、今ね、前髪決めて反応を見てね、どんな顔するかね、あと横のレイヤー、今ちょっと入れてるのかな、でこの横切りながらちょっとトップの長さもね、少し切って様子見んだけどね、あとこの辺からね、サイドのレイヤー、耳の上で大体決めていくかな。 耳の上ってほらもみあげがないじゃないあの辺ね3 4センチの幅なるべく広く取った方が切りやすいかなでどのぐらい切るの 2cm そこらそんなもっと切れよお前みたいにねどのぐらい切るかじゃないんでねどのぐらい残してるかあの長さはどのぐらい残ってるかを見た方がいいよねあとレイヤーカットの切り口っていうのこれは、うん、直線上ではないんで基本的にはね丸く切るっていうのが 一応基本になるんだけど丸く切ったらその丸い出っ張りの部分が重さにならねえかって思うかもしんないけど丸く切んないと今度上が重くなるんだよねこの今言った丸さって何よってなるかもしんないけど今こうほらスライス取ったじゃないでこれをこうやって切って今ちょっと下これなんでこここうやって切ってるんだろうあこっち側レイヤー入れなかったんだこっちはお顔周りの今レイヤー入れてんだねここを切り終わると耳の上のレイヤーを切って いははずなんだけど今からね、はい、ちょっと体で見えねえかな。で丸さって何をしたらこのほら縦スライスで取るじゃない縦スライスで取ってハサミでほらまっすぐ切るっつのそのまっすぐ切るんだけどだここが丸くなるっつの頭頂部に行くにしたかって徐々にね徐々に丸く切っていくっつのほんで上をちょっと短くするっつのこれ。直線状に切っ っっていったらかかわけわけんないでしょ直線上に下から上に直線上に切っていったら上が長くなっちゃうじゃんだから丸く上が短くなるように徐々に徐々に切っていくんだけどね多角形に切るっていう感じか丸くっていうより多角形に切ってるって思った方がいいかもしんないねあととりあえず今ブラントで切ってるけどね これ、巻くから最後に、巻く方は毛先をすいた方が扱いやすいよって言ってね、毛先全部すいちまったんだけどね、多分巻く方は本当にすかないとね、で、ブローの方はね、あんまりすきすぎるとね、跳ねたりするからね、これはもう適切に、まあ、対処と。 ねあの初めてのお客様、どうしていいかわからない、こっちもわかんないから、とにかくレイヤー入れてるんだけど、やっぱ背中が緊張してる感じあんね、カットしてる姿にね、あの見る人が見ると、いつもと違うなってわかんじゃねえの、おっさん、<laughs> なんか硬いよみたいにね、切っててね、ここ切っていいのかどうか、いいのか悪いのかわからないで切ってるからね、とりあえずはお客さんの反応を見ながら切ってくけど、うん、力強くパッパッと切れないんだよね。うん まあ上、ちょっと長くねえかって、まあ、でも真っ赤からいいのか、こんなもんでね、<laughs> 切りすぎるとシャレになんねえかね。はい、お疲れ様でした。